最後の仕上げ。わあ、ロジャー、素敵な絵だね。ありがとう、サム。新しい工作のアイディアなんだ。サム、モップ持ってきて。嘘だ、家にお化けがいる。ありえないでしょう。サムがコップを倒したんじゃん。倒してないよ。どんな家にもお化けがいるって知らないの。バカバカしい。そんなことないよ。家を建てて確かめてみなよ。すぐにお化けが来るよ。その挑戦受けて立つ。みんな、今日はお化けにぴったりな家を作るよ。お化けが現れなかったらサムの負け。サムの思い込みを暴くのが楽しみだな。よし。ゴーストバスターズ協会の CEO は今話せないんで、勝手なこと言ってれば。サム、CEO なの？こんな緑の芝生の家にお化けは来ないよ。わかった、直すよ。マシになったかな。スーがこれみたいなラベンダーの家を作ったのは覚えてる？素敵だったよね。僕は2つ目のセットで幽霊屋敷を作ろうと思うんだ。不気味だけど綺麗な家。サムはきっとびっくりするよ。みんなはどっちの家が好きか教えてね。手伝うよ。お化けが来るにはたくさんの条件があるんだ。サムのお化けはかなり気難しいね。石でこのエリアを装飾するね。粘土で作ったんだ。し、ロジャー、お化けに聞かれないように。サムのお化けなんか怖くないよ。口うるさくするなら家から追い出すだけだから。ロジャー、マナーがなってないな。それに、お化けの特徴はお化けガイドに書いてあるよ。大層な響きだね。心配しないで、僕がお化けのことを全部教えてあげる。助かるよ、サム。石の装飾は完成。続けよう。お化けの専門家さんによれば、新しい床が嫌いらしい。だからアンティーク調にするんだ。いいね、ロジャー、承認。次は壁、行ってみよう。木製の板っぽい線を描いておいたよ。でかした、サム。ペイントで素敵な仕上がりになりそうだ。でも、ボロボロの家には特有の魅力があるよね。ここにランプを設置して、そしたら壁を装飾しよう。ロジャー。ああ、お化けは完璧な壁が嫌いなんだよね。そうだよ、飲み込みが早くて助かるよ。先生がいいもんで。お化けは壁を通り抜けられるけど、家に窓は欲しいよね。刃物を使うときは気をつけてね。サムは説得力があるけど、僕はお化けを信じてないんだ。ちょっと怒らせないでよ。いつも写真に写る白い点はどう説明するのさ。あれは絶対写真に入りたいお化けだよ。サム、あれはレンズのホコリや虫だよ。さあ、壁を見てよ。うん、ロジャー、君の壁はほぼ完璧。僕の壁くらいにね。ありがたきお言葉。みんな、ランプには電線がつながってるんだ。これを電池に接続するね。そしたら壁に設置。壁の出来はなかなかだね。
電池は特別な場所に置いておくよ。配線するときは気をつけてね。よし、家具に取り掛かろう。まずは台所から。ロジャー褒め損だよ。え？お化けスタイルの家具が必要なの。サムはお化け専門家だもんね。見て、お化けスタイルのソファ。個性的ねえ。お化けスタイルって何なのか説明してよ。お安いごよ。まずエレガントさ。お化けは派手で鮮やかな色が嫌いなの。明るい色って流行りだけど、まあいっか。で、次にミニマリズム。お化けはシンプルなのが好きなんだん。ミニマリズムは今来てるよね。それから気品のある古風さ。古いのはいいことなんだ。だから食器棚を古い感じにしたの？上品で古風な感じにしたんだよ。面白いね。コーヒーテーブルを置いても構わないよね。ふん、インテリアにマッチしてる。合格。そしたら2階、シャンデリアを固定するね。この床は1階の天井でもあるんだ。は、冷たい風を感じない？もうお化けが来たのかも。サーム、これエアコンだって。17度？落ち着いてよ。わかったって。シャンデリアを2つ設置して床を貼り付けて、よし。柱がないと幽霊屋敷も立っていられないよね。それからもう一つ、反対側も同じようにするよ。よし、完璧。みんなはお化けを見たことがあるかな？お化けってそんなにうるさいのかな？ロージャー、こだわりがあるだけだよ。こんな感じ。こういう古風な感じは好き？まあ、オッケー。古いフェンス、完璧じゃない？最後のディティール。そしたら2階に移ろう。猫ってお化けが見えるって知ってる？さっきからふわわがまばたきもしないで一点を見つめてるんだけど。瞑想してるんじゃない？うん、それはどうかな。ロジャー、どうやってお化けが家に入るのさ。飛べるんじゃないの？どのお化けもこの階段は気に入るはず。ロジャー、お家に合うデコレーションを作ったよ。お化けはホーンテッドハウススタイルを気に入るはずだね。もちろんでしょ。お化けは洗練されてて綺麗なものが好きなの。それならもっと装飾を増やそうか。お化けたちはこのベンチで雑誌を読めるんだ。幽霊版の雑誌もあるのかな。お家が空っぽじゃん。もっと特別な感じにしようよ。ランプをプラスしよう。完璧。幽霊スタイルの光を放ってくれるんだよ。感じに仕上がってるね。何これ、お化け？今の聞こえた？サム、見てこれ。うわー、お化けはすごいね。
サム、目を覚まして。ぼーっとしてた。オルゴールは隠しておくんだ。ああ、音楽の魔法にかかってたのか。うん、センスがいい感じに合ってるね。きしむ椅子。サム、お化けって眠るのかな。どうかな。ねえ、お化けってお風呂入る。まあ、理論的には。趣味はお化けパーティーでもするのかな。ロージャー、お化けが来たら直接聞いてよ。お家には屋根がないとね。サムのお化けは絶対気に入るよ。必要条件が全部揃ってるもん。一つ忘れてるよ。なんだろう。お化けは絵が好きとか？古風なスタイルでも特に。お化けはゴシック調が好きなんだって。そういえばスーが言ってたな。ゴシック調って暗い色とシャープな線が特徴だって。上出来だね。でかしたロジャー。ありがとう。お化けも気に入るといいね。本当に現れたらだけど、気品ある古風さということで、ホーンテッドハウスには植物もつきもの。荒れ果てて植物も生え放題なんだよ。ロジャー、もしもなんだけど。何？もしお化けが現れなかったらどうなるの？そしたらサムのバカらしい説を笑い話にしてあげる。うわあ、お家は上出来だ。お化けが出てこなかったら僕ロジャーにバカにされちゃう。事前にお化けを呼んでおくか。早く呼びすぎちゃうと待機時間分も請求されるよ。何それ、待ってくれるでしょ。ロジャー、ちょっと試したかっただけだよ。あ、新しい車を用意したよ、見て。わあ、サム、素敵だね。車をもっと不気味にしよう。どうするの？車が朽ちた感じを出すために葉っぱで覆うんだ。割れたヘッドライトと窓ってナイス。クリエイティブ。デコレーションマスターできた。車が家のスタイルにマッチ。おしゃれなミステリーハウスの完成。あとはお化けを待つだけ。ぴょんぴょんぴょん。はあ、サム、お化けはいつ来るの？僕忙しいんだけど。サムのからかい方を考えるので。お化けがいないって。うん。わ、お化けさん、こんにちは。お化けが食べないのは残念。せっかくヌテラがあるのに。ヌテラ大好き。今スライムって言いかけた？うっと、
最初からお化けを呼んどけばよかった。サーム、お化けは存在しないって。みんな高評価をしてチャンネル登録をして新作動画をお見逃しなく。通知ボタンも忘れずにね。あれ、ロジャー？ロジャー？変なの。バイバーイ。